女子レスリングで最強選手は？と聞かれると、吉田沙保里さんとほとんどの人が答えますよね。霊長類最強と言われていますが、リングに登る前の目つきがまるで獲物を狙っているライオンのように見えます。一方で CM やテレビで見るときは全く違う表情だったりしますから、本当に同一人物かと疑ってしまいそうです。そんな誰しもが最強と認める吉田沙保里さんの面白いエピソードを50選ご紹介します。1、すごすぎる実績。公式戦勝率が 95% 以上で301勝14敗です。大会にて獲得した金メダルはなんと20枚です。2、世界大会連勝。吉田沙保里さんは世界大会9連勝、オリンピック3連覇という驚異の記録を持っていました。3、あまりの強さに相手選手が収縮。吉田沙保里さんがいるので階級を変えた選手がいるそうです。あまりに強いので外国人選手が合同練習を申し出るも、あまりにハードすぎて外国人選手が帰国しました。4、ひどすぎるあだ名。どんなに勝ち続けても最後には最強と呼ばれる吉田沙保里さんが待ち受けています。確かに対戦相手からすると絶望の一言に尽きるでしょう。そんな吉田沙保里さんの中国でのあだ名は絶望でした。5、アルソック CM は分身以外一切 CG なし。吉田沙保里さんはアルソックの CM に出演していますが、ここでは吉田沙保里さんがおばあちゃんを見守る光線を目から発射しているシーンがあり、この時に吉田沙保里さんは壁に張り付いています。実は CG は使っておらず、実際に壁に張り付いていることが明らかになりました。6、無敗記録で漫画が1つ連載終了。個人戦無敗記録が2001年以来ということは、連勝が続いた期間が829週となります。829週連続行きというのは、ナルト連載開始から連載終了までに匹敵します。7、最強 VS 最強の戦いは実現しない。ある意味哲学的な話になりますが、吉田沙保里さんが最強でいられたのは相手に吉田沙保里さんがいなかったからでしょう。ある意味で最強の存在は孤独なのかもしれませんね。8、吉田沙保里の名言。私は女に生まれてよかった。男に生まれてきたらきっと試合で人を殺してる。恐ろしい名言ですね。自分が女性でなければ人を殺しているというのはインパクトがあります。まさに強い人だけに許される発言です。9、吉田沙保里 VS 人類。人類が吉田沙保里を倒すまで16年かかった。人類という言葉が面白いですね。通常の人であれば人類とはつかず、を倒すまで年かかったという表記になるでしょう。ただの一人の女性に使う言葉ではありませんよね。10、観察眼がすごい。 ZIP に吉田沙保里さんが出演した際、逃げる男をタックルで止めた刑事というニュースの映像を見て、左利きですねとコメント。この判断ができるのはタックルで頂点を極めた方だからこそわかることです。11、最強の門番。吉田沙保里さんが愛犬に抱いている画像に対して、世界一安全な場所にいる犬と騒がれました。確かに最強の吉田沙保里さんに守ってもらえるとこれ以上ないほどに安心です。自分で相手から襲われたら殺してしまいそうということです。12、理解できない最強の理論。大会では相手の選手は吉田沙保里さんのタックルを研究して対策してきます。通常であれば他の攻撃方法を考えるのが正しい対処法なのですが、吉田沙保里さんはあえて全員タックルで倒したそうです。13、実は身長が低い。吉田沙保里さんの身長は 157cm。 漫画に登場する強キャラを見ると、まがまがしいオーラを放っていることが多いです。吉田沙保里さんはそのオーラを放っているようです。14、キノコ VS タケノコ。力が最強の吉田沙保里さんと口が最強のひろゆきさんの対決です。最初はひろゆきさんの勢いに押されそうですが、最終的に吉田沙保里さんが力でねじ伏せそうです。15、歴史をも超える伝説。実は大正時代よりも吉田沙保里さんが世界ランク1位を維持し続けた期間の方が長いそうです。見方を変えると吉田沙保里さんの凄さが改めてわかります。16、最強のタックル。吉田沙保里さんのタックルはまさに伝説となっています。予測可能、回避不可能の高速タックルと評価しており、分かっていても避けることができません。他の選手と比較すると飛び込んでくるスピードが圧倒的に速く、気づいたら懐にいるという感覚だそうです。17、骨折の状態で優勝。吉田沙保里さんは中学時代に骨折したまま全国大会に出場したことがありました。その時のことをテーピングを巻いて出場して優勝しましたと話しています。この時は骨折のため片腕しか使えない状態でした。18、対戦相手は盲腸。吉田沙保里さんは骨折しており、対戦相手が盲腸だったそうです。相手の選手は当時から最強だった吉田沙保里さんが骨折していることを知っていたので、大会には出場しないと思っていたそうです。そのため優勝できると思ったのか、盲腸を押して出場しましたが、吉田沙保里さんが骨折しながらも大会に出場したので、相手の選手はかなり驚いていたそうです。19、ギネス記録がいっぱい。吉田沙保里さんはレスリングの世界タイトルの最多優勝回数、レスリング世界選手権の最多優勝回数、女子レスリング国際試合における最長記録など、5種類の項目でギネスに認定されています。20、都市伝説。吉田沙保里さんには都市伝説も存在しているとの噂があります。その都市伝説はまことしやかにささやかれていましたが、今では本当なのではないかと言われるようにまでなっています。21、投げられた人には幸運が訪れる。吉田沙保里さんの都市伝説で有名となっているのは、吉田沙保里に投げられると縁起がいいというものです。この都市伝説が拡散され、吉田沙保里さんがテレビに出演するときには共演者から投げてほしいとの依頼が殺到するようになっていました。22、坂井和人監督は首投げの後に結婚。吉田沙保里は2007年の世界選手権で優勝した際に坂井和人監督を首投げしています。その後坂井和人監督に幸福が訪れました。坂井和人監督は吉田沙保里さんに投げられた後に12歳年下の元教え子と結婚することができています。23、交友関係が広い。
吉田沙織さんは交友関係が広いことでも知られており、特に深田恭子さんとはかなり仲が良いことが分かっています。24、吉田沙織の動きが早すぎて素材に使えない。吉田沙織さんの動きが早すぎてテレビや雑誌などの素材に使えないそうです。まさに霊長類最強優だと思われます。25、覚えていない。インタビューで金メダルの数を聞かれた吉田沙織さんは、金メダルの数は忘れましたと答えました。26、魔の階級。伊調馨さんは吉田沙織さんに勝てず、階級上げて五輪金メダル4連覇しました。小原ひとみさんは吉田沙織さんに勝てず、階級を下げて五輪初出場金メダルを獲得しました。27、素手で瞬殺。吉田沙織さんがスイカ割りに挑戦した結果、12秒で30個をいとも簡単に破壊してしまいました。前半に鈴木奈々さんがスイカ割りに挑戦していますが、比較すると吉田沙織さんがどれだけすごいかがよくわかります。やはり霊長類最強の名は伊達ではありません。28、対戦相手が可愛いと燃える。可愛い外国人選手と戦うときはすぐに倒したくなるんだそう。なんでこんなに可愛いんだ、ぶん投げてやると思うんだそうです。29、ストリートファイター。ストリートファイター6のウェブ CM に出演する元レスリング選手の吉田沙織さんが、ストリートファイター6のキャラクターをどうやって倒すかを指南する動画を公開しました。リュウやルークなどの倒し方が公開され話題になっています。30、実はサッカーがうまい。吉田沙織さんが2020年4月16日にツイッターを更新、部屋の中でリフティングする動画を投稿しました。リフティングをうまくできるコツってありますかと言いながらも見事なボールさばきを披露。この投稿を見た人はうますぎる、無敵だなとその腕前を絶賛しています。31、カイリキーと共演。吉田沙織さんは2017年1月にゲームポケットモンスターサンムーンの CM に出演、ポケモンカイリキーと共演して話題を呼びました。吉田沙織さんをお姫様抱っこしているポケモンカイリキーは筋肉がたくましい怪力ポケモンです。ネット上ではネタで吉田沙織さん本人が欲しいですといった声も。32、インスタグラムが可愛い。吉田沙織さんはインスタグラムを開設。霊長類最強女子と呼ばれた吉田沙織さんの日常をたくさんの人々が楽しみにしています。33、実はモデル経験がある。吉田沙織さんは2019年7月に下着モデルに挑戦、ワコールのブランドデートのモデルを務めました。34、ドラマにも出演した。吉田沙織さんは2019年8月11日に放送されたドラマノーサイドゲームの第5話にゲスト出演しました。リオオリンピック以来のユニフォーム姿を披露しました。35、意外な趣味。最近夢中になっている趣味が折り紙だといいます。23日には自身のインスタグラムに多数の作品を公開し、すご、手先が器用なんですね、繊細とファンを驚かせました。36、騎手。12年ロンドンオリンピック開会式では日本選手団騎手を務めました。過去に開会式の騎手を務めた9人の女子選手は1人も金メダルを手にできなかったため、騎手は活躍できないというジンクスがささやかれていたが、見事に振り払い金メダルを獲得しました。37、霊長類最強とは程遠い幼少期。実は吉田沙織さんは子供の頃は病弱でした。0歳の時に肺炎を患い、4歳の時に鳥獣席で死にかけました。38、ずっとやめたかった。父親のレスリング指導は厳しく、熱が 37.5 度あっても練習を休ませてもらえなかった。友達と遊んでいる途中で帰らないといけなかったので何度もやめようと思ったそうです。39、得意な教科は、学生時代は体育と音楽が得意で、体育と音楽の成績はいつも5だった。40、恋心も負けなかった。高校時代3年間同じクラスだった。野球部の男の子が好きでした。6回告白して6回振られたそうです。41、玉砕覚悟。高校時代好きだった男の子に振られ、その男の子を修学旅行先の沖縄の浜辺で相撲を取って投げ飛ばしたそうです。42、可愛い好物。嫌いな食べ物はナス、ピーマン、セロリ、わさびや辛いものだそうです。好物はお寿司なのですが、いつもサビなしで頼むそうです。43、実は怖がり。吉田沙織さんは極度の怖がりだそうで、お化けが苦手です。物音が気になり、自宅のトイレを使うときにドアを閉じないんだとか。44、実は苦手。吉田沙織さんは高所恐怖症だそうです。絶叫マシン、ジェットコースターが苦手で絶対に乗れないんだとか。45、合宿。高1の時全日本のシニア合宿に初参加。一番近いコンビニまで車で30分の山奥でレスリング漬けの10日間を過ごしました。長距離走はもともと苦手で、アップダウンの道を1時間半走る練習がとてもきつかったそうです。合宿最終日の給走に全くついていけなかったんだとか。46、凄まじい背筋力。吉田沙織さん背筋力は約180もあるんだとか。トレーニングで2人を背負って山道を走ることもあったそうです。47、実は小食。もともと小食で減量の必要がなそうです。試合時に計量時より体重が落ちていることがよくあります。48、夢はお笑い芸人。学生時代はレスリング選手ではなく吉本興業に入って芸人になりたいと思っていた。49、強すぎる生命力。吉田沙織さん手相にはなんと生命線が4本あるそうです。生命力に関しても最強と言えそうです。50、喜び方も最強。アテネ五輪で金メダルを取った時にバック転をして酒井監督を肩車して走り回りました。また国内に強い選手がたくさんいるので、普段のスパーリングに比べればアテネ五輪は楽だったと、なんとも最強すぎるコメントを残しました。いかがでしたか。今回は誰しもが最強と認める吉田沙織さんの面白いエピソードを50選ご紹介しました。今後の活躍も楽しみにしつつ応援していきたいですね。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。